ビデオスタート。今回まず V カツの V ルームに入っていく様子を録画していこうと思います。まず最初はキャラメイクの方にしましょう。 V ルームの方から直接行くと中落ちます。はい、キャラクターです。 VR キットを立ち上げるのはゲーム起動後にしておきましょう。なんか今安定してないんですよね。ダウンローディング。そしたらまず自分のキャラクターをロードします。はい、こんな感じ、こんな感じですね。ここに V ルーム行くというのがあるので、こちらで中に入ることができます。今マイクはスタンドマイクを使っていますが、ヘッドセットをかぶるときは、バイブはヘッドセット本体にマイクを積んでいるので、それを使いましょう。はい。V ルームでは、対応する VR 機器が必要です。はい。裏でマイクの設定を変えています。はい、ここから音がちょっと変わっちゃいます。で、最初は、もうこんな感じですごい状態になってますね。はい、それではこれから被ります。マウスポインターが録画に映ってしまうので、必ず外に出しておきましょう。なかなか、お見苦しい様子、お見せしてしまいますが。はい。こんな感じで、被ったら位置がおかしいので、右側コントローラーのメニューボタンで、キャリブレーションです。こうやって自分の頭に合わせた位置に、調整してもらえます。はい。こんにちは。こんな状況ですね。ここまで行ったら、あとは、自由に動かすことができます。こうやって指先を変えたり、こうやって、よし!って、動いたりすることができます。まあ、トラッキングしているのは、頭と、右手と左手の3点ですけど、ある程度いい感じに動くことができます。後ろ向いたりすると変になりますけど。はい。それで、他にも手は、こうやってピースしたり、指差しをしたり、あと握ったりができますね。表情もコントローラーのボタンで変えることができます。こうやって、いろいろできるので、表情豊かに動いてみてください。で、先ほどキャリブレーションした方ではなくて、左手の方のメニューボタンを押すと、こうやってミニキャラを中心とした UI が表示されます。画面には、VR 以外の人にはミニキャラだけ出てくるかな?はい。で、これを使うと、いろいろ複雑なね、表情替えとかが、あわわわわ、できます。はい。他にも、早着替えも、できます。こんな感じですね。イエーイ。
そして、背景を変更することができるので、これ、緑画面に。こうすれば、クロマキーとかを使って、いろいろ合成できると思います。画面は鏡写しなので、アクセサリーとかが逆転してると思うので、この機能を使うときは、キャラメイクのときちょっと意識するといいと思います。あと、今は安定しないので、背景変更で結構落ちます。よいしょ。こんな感じですね。楽しいので、ぜひみんなも、ヘッドセット買いましょう。以上です。ではでは。バイバーイ。バイバーイ。で、まあ、あと外す必要があるんですよね。よいしょ。